受験生の皆さんへ、愛知大学から大事なお知らせです。愛知大学は付属高校を持たず、内部進学者がいないため、多くの募集定員を確保できることが特徴です。受験勉強を頑張る皆さん、チャンスです。本学の学校推薦型選抜では、2つの入試種別をご用意しています。それでは、この入試種別について詳しく見ていきましょう。学校推薦型選抜の試験日程はご覧の通りです。すべてが同じ日程で行われます。一般推薦選願制は、愛知大学が第一志望の方を対象とした、合格したら必ず入学することが条件となる入試です。選考方法は調査書、学科試験、面接です。配点はご覧の通りです。続いて、一般推薦併願制。一般選抜で愛知大学の他の学部もチャレンジしてみたい、愛知大学以外にも受験したい大学がある方を対象とした、合格後の入学が必須ではない入試です。選考方法は調査書、学科試験です。国際コミュニケーション学部、面接型のみ面接を実施します。配点はご覧の通りです。そして、情報簿記会計推薦入試。高校在学時に簿記などの資格取得した生徒を対象とした入試として実施しています。選考方法は調査書、学科試験、資格点、面接です。配点はご覧の通りです。入試種別ごとの調査書点、資格点についてはご覧の通りとなります。ここまでご紹介の通り、学校推薦型選抜においては、学科試験の配点が大きく、合否のポイントとなってきます。学科試験は全問マークシート方式、外国語、英語、国語ともに基礎学力を重視した出題傾向で、主な対策として学校で使用する教科書や問題集の復習、過去問が有効です。推薦入試の過去問は愛知大学入試問題集で確認することができます。入試問題集は受験生向けサイトから無料で請求が可能、ぜひご活用ください。選願制の面接については、グループ面接、個人面接の2種類があります。受験する学部によって異なりますので、こちらからご確認ください。いずれもハキハキと分かりやすく、相手に伝わるように答えることや、模擬練習をして面接に慣れておくことが大事になってきます。志望理由書の内容、高校時代に力を入れたこと、入学後に取り組みたいことなどを明確に答えることができるように準備しましょう。また、国際コミュニケーション学部では、入試種別、学科により面接内容が異なります。選願制の英語学科では、英語の文章及び志望理由書の内容などに関する英語による口頭試問。国際教養学科では、志望理由書の内容に関する日本語による口頭試問を実施します。併願制面接型の英語学科では、英語の文章の内容などに関する英語及び日本語による口頭試問、国際教養学科では志望理由書の内容に関する日本語による口頭試問を実施します。また、短期大学部の一般推薦併願制については、学部一般推薦との同日併願が可能です。学部と短大で迷われている方におすすめです。例えば、文学部と併願する場合、試験当日は外国語と国語の学科試験、
両方を受験することで短大と文学部の両方の合否判定を実施します。最後に出願に関してのお知らせです。愛知大学を受験される方は必ず募集要項の内容を確認してください。出願は出願期間内に出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の郵送の3つの手続きをすべて行うことで出願完了となります。インターネット上での出願登録だけでは出願完了となりませんのでご注意ください。また受験生向けサイトから募集要項、大学案内、入試ガイド、入試問題集などの請求が可能です。ぜひご活用ください。以上、学校推薦型選抜についてのお知らせでした。